何見てる。殺すぞ。 いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。 12時を過ぎたわよ。 堂島大吾が1時にあなたのお迎えを待ってるんじゃないの？ のんびりしてんのよ。行かなくていいの？ なあ、お前は怖くないのか？ 何が？ 隠された自分の過去を調べることだ。 どうしてそんなこと聞くの？ 実はな、俺の両親は東条会に殺されたんだ。 え？ 1年前に知った。両親を手にかけたのは俺をこの道に導いてくれた風間慎太郎というおやっさんだった。 それがさっき言ってたあなたの過去なのね。 俺は風間のおやっさんを本当の親と思って育ってきたから許すことができた。 だが、あんたはどうだ？ 私だったら両親を殺した人間を知ったらそれがたとえ誰であっても許すことはできないと思う。 正直怖いわ。過去を知るのって。でもいいの？それが私が選んだ道だから。そうか。なら俺を利用すればいい。俺に張り付いて東条会を探れ。それがあんたの過去を探る近道だったらな。本気なの？あなた東条会の人間だったんじゃないの？そんなこと言ってもいいの？ 俺は極道だった自分を誇りに思っちゃいない。もしあなたが関係してたら、その時は迷わず俺に向かって引き金を引けばいい。あんたはその相手を許すつもりはないんだろう。
送するわ。どこへ行くんだ。仕事よ。仕事？あなたの身辺保護。さあ行くわよ。本当にお久しぶりですね。ああ、あれから1年だ。あの時は伊達さんにはお世話になりました。いや、こっちこそ鞘のことで世話になった。鞘？俺の一人娘だ。鞘ちゃん、お元気ですか？毎日楽しそうに美容院の専門学校に通ってる。そりゃよかった。しかし、初めて会った時はチンピラみたいだったが、店長らしくなったもんだ。いや、まだまだ勉強することがたくさんあります。いらっしゃいませ。おお、久しぶりだな。こちら俺の昔の先輩で警視庁の河原さんだ。あんたが和樹さんか。よろしくな。警視庁？よろしくお願いします。不愛想なおっさん二人で押しかけて悪かったな。いいえ。ところで今日はどんなご用件で？お前だけに話があるんだ。あ、俺つまみを用意してきます。お話とは？今から1時間後の午前1時ここへ捜査陣がガサ入れに来る。え？どうしてうちの店に？ここだけじゃない。めぼしい風俗店、飲み屋、カジノがターゲットだ。何かあったんですか？この前のミレニアムタワーの爆破だ。確かな情報によると、どうやら外国人の組織が欲しいらしい。外国人の組織？あれだけ派手にやられりゃ警視庁のメンツは丸つぶれだ。そこでだ、400人の捜査人を動員して不法滞在の外国人を一網打尽にするって作戦だ。でもこの店には不法滞在の外国人なんて一人もいませんよ。不衛法にいろいろ引っかかったことがあるんだろうが、早いとこ店閉めねえとしばらく営業できなくなるぞ。ええ、まあ。でもどうしてそんな重要な情報を私に？1年前この店には迷惑をかけた。そのお詫びだ。そうだったんですか。いや、伊達さん、河原さん、本当にありがとうございます。さあ、これで奴が組織の人間なら仲間にすぐに知らせに行くはずだ。俺には信じられねえ。奴が海外組織の一員だなんてな。あれだけのことをやらかした組織の一員だ。簡単には見破られやしねえさ。本日の営業はこれで終了となります。誠にありがとうございました。変わった様子もねえようだ。組織の一員だなんてガセネタじゃねえのか。奴はみんな警戒すんだろうが、いつまでもここにいたら不自然だろう。まだ上がらないぜ、奴がどう動くか。何？ほら来た。行くぞ誠。あ、ちょっとどうしたんですか伊達さん。
ましょう。ああ、はい。ん？はい。いえ。何？おい、手間取らせやがった。行きましょう。何事だ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい、おい、お、おう、行きましょう。もうすぐよ。おい。お。いや。
行きましょう。どちらまで行かれますか。それでは出発いたします。
おい。お。Yeah.
っと来た。てめえら誰に向かって口聞いてんだ。この人誰だと思ってやがる。堂島の竜、桐生一馬さんだぞ。おい、マジかよ。やべえよ、あの伝説の男だぞ。俺は今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。ああ、こうなったら誰も止められねえ。おめえら死んだな。運が悪かったんだよ、お前らは。すいません、すいません、これで勘弁してください。ちぇ、兄貴、最近のガキはしけてますぜ。バカ野郎、だからガキは寄せって言ったじゃねえか。待てこら。ああ、いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。行きましょう。行きましょう。
ああ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。あ、やっと来た。いらっしゃいませ。さ、行くか。ありがとうございました。